なんか随分調子いいみたいじゃないですか。調子いいですね。昨日もこの間もゴッと出たし。何外線で何枚だっけ？ 7000 枚。外線7000枚。おいで昨日も700って休みの日に。プラス2000枚。プラス2000枚。すごいじゃないですか。まだ給料使ってないですか？給料使ってない。今月。羨ましい。なんか嫁さんに吸い上げられて終わりだよ。そんな立場なんです。はい、なんで、もう先がどうしていますか？もうこれ絶対これでまとめろよ、これな。これ、行きなさい、今日1枚。はい。1枚しかないです。また1枚で。もう2枚使ったことないじゃない。で、最近の、ここ最近の好調を考えるに、大丈夫、あなた今日この範囲で絶対収まりますから。ね。で、ただ、ちなみに今日がですね、8月18日なんですね。はい。世間一般的に、昨日祝日なんだっけ？違う？ちょうどだからまあ、おとついまでか、お盆休みということで、 お盆休み明けの土平日で、昨日が17なんですよ。まあ、七夜といえばというところで、まあなんだったら昨日ぐらいまでやっぱりその稼働がわーっと上がってね、で、まあ、今日からまあ連休が終わって、まあ、通常営業なんで、まあまあ一旦落ち着くタイミングっちゃタイミングなんだとは思うんですが、まあそういう時に限ってどうなんだというところをですね、押し上がりつつやっていければなと思うんですけど、ね、あ、ドリームハンハーとかだっけ？はい。角ですか？角にですか？角にです。角にがね、俺実は常連と北市と一昨日飯食ってたね。はい。ずいぶんだからその角にが吸い込んでたから、で昨日なんだったら行くっつったの。行ってたんでしょ。でそれで角で出てたんか。そうですね。そうなんだけど出なかったら。もう2日間続けて追っかけてやるぐらいのつもりだったらしいんですよね。で昨日もそんな出てなかったでしょ。座れなかったんです。あ、座れなかったの。ああ、なるほどなるほど、ね、今日あたりじゃいいんじゃないかと思って、ね、気合い入れてですね、はい、いただいてもらって、はい、でいつものようにですね、ね、いっぱい出してもらって。じゃ前回ダメだったんだ私。あ、そうだよ、前回ちょっと負けたんだ。あ、そうだよ、ね、いっぱい飲まれたでしょ。はい。なんでああいうことがもう二度とないように頑張ってください。はい、はい、ということで実践の方行ってまいります。はい、カメラのセッティングが遅いから当たっちゃうわけですよ。こうやって37ゲーム2000円です。で今日もバカの一つ覚えみたいな感じですけど、いつもの327番台さん、うん、パネフラね、昨日ぼちぼちだったからまあなんとも言えないところだけど、まあまあいいじゃないですか。スイカに顔してるしね。ねえ、バカの一つ覚えみたいにとは言いますが、なんやかやね、もうここ半年ぐらいになるのかな。この代での収支が安定してるから、まあまあ一番はまあ山本大爆発先生のおかげなんですけど、そう、牛尾さんもね、327番台シコ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 打ち続けてたら毎度毎度どうにかなってるんで、さまさまっちゃさまさまなんですよね。うん、よいしょ、76、はい、うん、ここはスイカ落ちず。いやでもいいすごくいい、助かる。いやでもまあお盆明けじゃないですか。でまあ今まあ言ってもまあこんな状況なんで、まあ全国的にね今週あたりは稼働落ち込むと思いますよ。だからその稼働が落ち込むであろうというタイミングでどういうね営業するかっていう、うん、
いろいろあの考えが分かれるところだとは思うんです。やっぱほら、例えばだけど、じゃあ二通りの考え方があるわけじゃないですか。お客さんが少ないから玉を出して出玉を出してそのお客さんを増やしていこうっていう考え方と、あとまあお客さん少ないしここで出してもその出玉っていう宣伝広告効果が薄いからおとなしくしとこうとっていう考え方もあるわけ でその辺ね、本当お店にとねよりけりだとは思うんだけど、いや俺でもね、この七屋みたいなこうやっぱ地域密着型のお店とかってそんなね極端なことしないと思うんだよね。だから言ったら大型連休中とか、まあ、本来は書き入れ時なんだろうけど、そこでだからやっぱねえ、やっぱ無茶な抜き方をしない、案の定やっぱお盆中も良かったみたいなんですよね、出玉状況的には。まあ良かったっていうか、まあい、うん、やっぱいつもと変わらずね遊べてたっていうか、だから地域密着型のやっぱその常連主体のホールに関して言えば、まあ、そこまでね、時期的なこととか考えなくてもいいのかなとは思うんだけど、ただまあほらそういうことをさ予想しながら打つとさ、それはそれでちょっと面白いじゃないね。言ったらお客と店の皿の腹の探り合いになるわけだから、うん、そこはねいろんな想像を働かせながらねやってったらいいと思うんですよ。で自分の目で見て、あ、今年のお盆はお盆明けはこんな感じだったな、お盆中はこんな感じだったなっていうのが、また自分がよく行く店だったらさ、じゃあその先のじゃあ次の大型連休でいうと年末年始かとかのさねえ駆け引きにさ、やっぱ多少ためになるじゃない、まあ、スロット代のみならずねホールそのものもまあ生もんなんでね、今回のお盆休み中お盆休み前後がこんな感じだったから、次の大型連休がまたそれと同じになるかって言ったらなかなかね一概にそうとも言えないんだけど、ただまあある種共通する部分はあると思うんだよね。え、144ゲームでレギュラーボーナスが当たったんですよ。で、パネフラしたんですけど1万ちょうど今なくなったとこなんです。もらってきます。1万円なくなりました、すいません。負けでパネルフラッシュしてなかったら絶対隣のドリームハンターの移動しましたよ私。でもフラッシュしちゃったからもう3以上って分かっちゃって、そんな簡単にやめられない。朝から胃が痛い。いやいや本当に2万円使ったとか言いたくない。1万円なくなってもらいに行っただけであんなに怒られて、2万円なくなって次くださいって言うのは嫌だ。もういいからとりあえず1回当たってもうお願い、投資したくない。ああやっとや、頼む、ビッグだって、痛いよ胃が、頼む。まだ負け引いた。カメラがあるときにはパネルフラッシュしないし、お願い、早いのにビッグください、お願いします。でも横の台も4回引っかって4回とも負けなんですよ。あ、負け4回ともレギュラー引いてるんですよ。まだビッグ1回も引いてないっていう。で、左の台はまだ誰も回していない。
むしろ逆に社長はね4回光って4回ともビッグなんですよ。素晴らしい。はい、私はというと光らないわ、レギュラーだわ。まずい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 。なんか悲惨、なんかエンディングの絵が今頭に、こんなこと言われるのかな、あんなこと言われるのかなって。ちょっとまったりしちゃってるね。で、まあ、2000円買い出したんで投資が全部で4000円で、持ち玉がまあ今まあ200枚ぐらいあるのかな、250枚ぐらいあるか。なんでまあさだま的にはまあトントンぐらいなんですけど、山本の野郎がねまだノービックなんだよね。片っぽが荒っちゃうとだからしんどいわけですよ。でまあこっちが出てんだったらまだいいんだけど、ちょっとねどうなのって感じだからな。ただビッグ4のスイカも4来てます。だからまあ言ったらこの台に関してだけ言えば、まあ、化けが引けてないだけなんだけど、まあどうだろうな。ただ山本の方のがね、しょっぱなからもう3以上確定してるんで、まあ、頑張り打つ話なんだけどな。よしよしよし、危ない。217ビッグで、ビッグで、いやーそう来るか。左、あの野郎は朝からストレートでビッグ感、ビッグ感っていうかビッグ引けずに1000ゲームだな。あれ962ゲームで0の2ってなってからね。マジいな。ああこれはまずいわ。早いよお前は。いやここに至るまで、まあ、特に前々回までかのちょっとね、あの出し方がね異常だったんで、その跳ね返りは絶対来ますよと、まあ、言ってましたよね。うん、完全にそれだよ。あぶね、残り32枚もう。いやーまあ良くないんだけどな。まあまあまあ1個はまあまあ助かってる部分としては、まあ1個は投資が4000で済んでることで、まあビッグが引けてることだね。つまりは、うん、パネフラビッグ5回でパネフラも3回してる。まあ初っ端のはまあ多分変更なんだ、変更のやつなんだけど、4の2だねパネフラが。まあ1100ゲームか1101ゲーム、5の1、合算で183だから良くないんだけど、だから化けが2回足りてないとかそんな感じかな。これ化けな気がすんな。10ゲームで言ってると揃うから。左に右0。ただこういう速いのが一発絡んできただけでね、この1100ゲームとかぐらいのこういうゲーム数だとね、もう合算が一気にこれで158なんだよね。もう一丁速い化け引いたらもうそれこそね6みたいな見栄えになっちゃうからね、恐ろしいよね本当。ちょっとこの流れでもう2、3発ね早いの引っかかってこないかね。いや朝一1000ゲーム間ビッグが引けなかったです。で今やっとビッグ2のレギュラーが4で、合算は200分の1にもなりましたね、やっと。
さっきまで500分の1ぐらいだったんで、もう胃が痛くて吐きそうでした。まあ、とりあえず今なんか早いレンチャンはないんですけど、特に150ハマることなく、レギュラービッグと引いて、ビッグも2回引いたか。なので下皿はなんとかパツパツに行きましたね。あとはここで早いビッグを2回ぐらい引いて、とりあえず一旦箱に移したい、そういう目標を持ってやりたいと思います。お昼から帰ってきて成果投資しなかったです。いや本当に良かったです。ちょっとありえない連チャンしてくれていいから、もうね、本当ご飯食べながらずっとため息で胃が痛いっていう。お、来たよ、ほらね、ねって社長の真似してしまったわ。いやマジでありえない連チャンさせるんで本当に。いやー完全にね、ランチで流れが変わったらいい方に。ランチ明け121バケからの32ビッグ、44ビッグ、28ビッグ、一気に出た。で10の4でガス算が123分の1、最高です。よし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 。ちなみにビッグ10のスイカがね5なんだよね。ただ化けのランプが化け4回で左に右に、ここが1-1になりました。出玉は今ただまで1000枚ちょい浮いたぐらいかな。お隣の花、花てか鳳凰もいいんだよ。1024ゲームで合算102分の1、5の5ね。ロハの西部君が打ってますけどね、なんだったらこっちよりねバランスいいじゃねえかっていうぐらい立ち上がりが良かった。いいよ4号、よし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 。いや完全に乗ってきた。まああと1時間半、まあこの台はもうさすがに負けないから、この今の一山取ったこの時点でね、投資4000円だしね。左が6の5で110分の1、これが11の4で120分の1。まあこの台に関して言うとビッグがいい以外は、ね、特になんかこれっていうとこないんだけど、いやまあでもこれで悪いってこともないだろうから、下の方ってことはないはずだよ。でバケのランプが左右11だから、11ってかまあ22だから何とも言えないとこではあるけど、ほらとうとう来たよ、ほらミス山本がビッグを連チャンさせてやがりますよ。ほらそしてミス山本が箱を使ってやがりますよ。ちょっといつもの頼もしい背中にちょっと戻ってきたな。はいここで、うん、100を超えてくるね。いやよかですばい、よかですばい。ブー、外れた。まだ増えるね。いや、山さんもすごいペースでビッグ引いてるよ。昼休憩戻ってきてからまだ1時間経ってないけど、
7回やってる。いまだに200は超えてないですよ、1回も。ビッグ9のバケが4、ガスさんが178になって、ビッグ9のスイカ8です。あ、あ、もうデータ見てたからです。今日ゆっくり打ってたからスイカ取りこぼさなかったのに。あ、チェリーからだ。だから社長が言ってましたよね、チェリーからはバケが多いってね、そんな気しました。おや、青、緑、緑、黄色、黄色です。だから奇数かなって思ってたんですけど、これで赤出たらどうしよう。こういう時に光ってくれればいいのにな。ビッグの連チャンが止まんないよ。いやー、久々ちょっと大きいサダマ出た。いやー、もうていうかサダマで3000枚大手、すごいすごい。12時半ごろ戻ってきてまだ1時間半経ってないぐらいだけど、いやー、まあこれが花々っていうか方だよね、この出方。レトロン出玉は3000枚超えてるはず。17の4で110分の1。いや、やってやったなきゃこれ。2300ゲームでビッグ17回だからね。まあ個人的にはここのとこね、ハナハナで全然良さげな台とか打ってても出せなかったんで、その反動がね、今日来たかなっていう感じですかね。はい、67。右3、左2、個人的にはハナハナで、まあまあ久しぶりのね対象なんですけど、悲しいかな、ミス山本にですね半分献上しますんで。はいね、今までまあやつがねいっぱい出した分のね出玉をね享受してきましたんで、恩恵に預かってきましたんでね、あんまこんなことは言いたくないんだけど、ちょっと今日じゃなくてよかったんじゃないかなと思うね。思わずにいられないね。いやいや、そういうこと言っちゃいけない、そういうこと言っちゃいけない。俺は別に金のためにパス取ってるわけじゃねえから、金のためにパス取ってるわけじゃないけど、こんなことは今日じゃなくてもよかったんじゃないかなと。やはりちょっとどこか思わずに、おーちょっと思わずにはいられない。いや、これもうやりすぎだこれ。左右11ね、右3、左3。あら、まあ圧倒的にビッグに寄ってるんですけど、これで2398ゲームで負け6だから、まあ、約400分の1ね。なんかもう一頑張りすればね、化けもそれっぽくなっちゃいそうな雰囲気だけどね。ちなみに17の6で合算が今104分の1ね、完璧です。滑り込んだ。したらまあもうクレジットタイムでいいかな。化け7回目で右4、最終的にちょっと右寄りになったね。はい、整いました。17の7で107分の1ね。いや、終わった。
ましたよ。ミス山本がですね、投資1100枚の938枚、まあ、マイナス160で、僕の方が今日良かったですよ。投資200枚の2907枚プラス2707枚で、終わってみたらトータルでプラス2545枚なんで、まあ、1人当たりはまあ小数点以下切り捨てですけど、まあ、1272枚またプラスになりまして、これでトータルサダマがなんと1万5766枚というところまで来てしまいました。今日どうかね、西部君とか来てましたけど、さすがにね、出してたしね、みんなね出してましたね。で、とうとう店長常連のお姉さんから言われたらしいじゃないですか、店長のお客さんばっかり出してるみんな店長のお客さん。そうなんですよ、あの7屋のお客さん基本的にあんま粘らないんで、僕らがいくら使ってるとか分かってないんですよ。負けとるよ私。そう、まあ、いいですよ、ちょっと次どうも、次配信の陣だからね、本当に。はい、もうちょっと早くご飯食べてきゃよかった今日。いやでもあの昼休憩のタイミングで本当に良かったよ、ね、あそこから本当ガラッと流れ変わった。周りもそうですよね。ああ、いやいや、すげえあのタイミングが良かったんじゃないかと思うんですよ。10時くらいにご飯行ってきゃよかった。早めに、そしたらもっと良かった。いや、昼飯行ったら出るってことになってる。でもお前飯食うと朝食になること結構あるもんな。そうです、エンジンかかった。エンジンかかって、まあ、腹が減ってるとお前機嫌が悪いからな。今日もお腹空いてました、ずっと。そうだろね、え、昼だって今日珍しくハンバーグ食ってた。珍しいの食べましたね。ハンバーグと目玉焼きが乗っかってるやつ。はい、まあいいですね。次回山本が2連敗というか連敗ストップできるのか。僕はね、だいぶここのところ連勝続いてますから、半分持ってかれちゃうんですけど、っていうかですね、また次回頑張ろうと思います。ご覧の皆様におかれましてですね、七夜経由でのサブライバーと、この番組のコンセプトもですね、一つ終わらせれなきように、今後とも応援の方よろしくお願いします。またお会いしましょう。さよなら。